ゲームをお届けします。今日もね、質問を取ったことが確かに強いです。中田生命にいる人たちのお子さんってやつ。そうですね。で、その時私のお給料はね、6000円でした、うん、はい。で、夜は三田高校に行ってたんですけれども、はい、もう本当昼休み、中田生命に行って、昼休みの時間も私は近くの喫茶店で働いて、土曜と日曜日もアルバイトをしてっていうことで、そして夜は夜で定時制の学校に行って、はい、またその当時